はじめ、お食事始めていただく前に少しお腹を温めていただく意味合いで、具なしのチャーム酒を出しさせていただいてます。そちら召し上がっている間にですね、手前のお盆に7種類ほどあての方を並べさせていただきますので、ごゆっくり召し上がりください。ではお待たせしました。あての方7種類です。ホタルイカのを2杯酢で漬けたものの下に、花わさびのおひたし敷いてます。プチトマト、フルーツトマトですね。フルーツトマトのプチトマトを甘酢漬けにしたものです。甘鯛の昆布締めを中根で巻いたものです。真ん中がですね、あん肝のペーストの中に奈良漬けが入っております。牛タンを低温調理して今炭火でさっと炙ったものです。うなぎと若ごぼうの春巻きと、新たけのこの旨煮です。どうぞお召し上がりください。ガニの坊主です。シャリの中にですね、カニ味噌入っておりますので、ちょっと濃厚な感じのシャリになってます。モンゴウイカです。
味です。無理ですね。次ですね、タイのシラコを低温調理で、コンフィにしましたものを、お寿司にしてます。半分ほど食べ終わったらちょっと混ぜて召し上がって、リゾットみたいにして召し上がってください。こちら先ほど召し上がっていただいたエビの足ですね。終わったら最後巻き物ですね。言ったらいいよ。いや盛り上がりそう。めっちゃいい。アナゴです。こちらでお寿司の最後になってますので、最後さっぱりと召し上がっていただくために梅を入れてます。お腹の感じ、皆さんよろしいですか？はい、皆さん、はい、最後、タチウオの手巻きですね。一応デザートの代わりなんで、ちょっと甘めの、チーズケーキみたいな曲になってます。